ベネラ16号はソビエト連邦によって金星に送られた探査機である。無人のオービターで高解像度の撮像システムを用い、金星の表面の地図を作成した。ベネラ15号と騒動であり、ベネラ計画の以前の探査機を改良したものである。ベネラ16号は1983年6月7日2時32分に打ち上げられ、 1983年10月11日に金星の軌道に入った。ベネラ16号はベネラ15号から1日遅れて軌道面が約4度ずれた金星の軌道に入った。これにより必要な地域の再撮影ができるようになった。ベネラ16号はほぼ極軌道を通り近点は北緯62度で約 1000km、遠点は 約6万5千キロメートル、軌道傾斜角は約90度、軌道周期は約24時間であった。ベネラ15号と共に、ベネラ16号は8ヶ月をかけて、北極から北海約30度までを撮影した。ベネラ15号とベネラ16号は、総動でベネラ9号及びベネラ14号のオービターを改良したものを元にした。両機は直径メートル、 長さ5メートルの細長い円筒型で、一旦に合成回光レーダーのための1.4メートルの高さのパラボラアンテナが設置された。この橋には、無線コード用の直径1メートルのパラボラアンテナも設置された。無線コード用アンテナの軸は、円筒の軸と一致しており、合成回光レーダー用アンテナの軸は、円筒の軸から約10度傾いて設置された。 円筒の別の端の膨らみには燃料タンクと推進ユニットが収蔵され、二つの正方形の太陽電池が円筒形の横から翼のように伸びた。2.6メートル通信用パラボラアンテナも円筒形の横辺に取り付けられた。質量は4 0 0 0ラムであった。ベネラ15号と16号はどちらも合成開口レーダーを搭載した。金星の厚い雲を透過するために、 レーダーが必要であった。探査機に搭載された機器は以下の通りである。ありがとうございます。